するしない次はですねフェニックスですねせっかくサミフェニックスはじゃあ魚谷さんから魚谷さんはさやかの次に多分フェニックスで解説をすることが多いと思いますしまあなんと言っても僕が解説した時に役満上がってますからね。 大谷さんは上谷さんはすごく自分の意思を強く持つ打ちですね。でそれって身内ネタになって申し訳ないですけど最高位戦で言うと佐藤清正選手みたいな自分の読みとちゃんと心中できてっていう感じのイメージがあります。まあ、実際話をねしたりする時もあるんですがそういった中でもこう考えてるんじゃないかなっていうのを僕が解説する時に考えられる人大谷さんだったら自分はこう考えてるから特にこの前の僕解説させていただいたローマンかな背景で打った 時とととかは自分の読みでできてないと打てなないいやつなんであれも当たるだろうとか、まあ、これしか残ってないだろうの範囲の一つだったと思うんですよねチート読み切りの確かチーピンローピンの手出しが内川さんが入ってのやつだったんですけどけどそれがチーピンローピンの手出しだからこれはいけるに変わってるぐらい自分の読みと心中できる打ち手ってやってるからかなり怖いと思いますっていうのが大谷さんの強みだしあの魅力の一つだと思いますねでそういうマージンを打つ大谷さんとは M リーグ駅伝の時に初めて話させていただいたんですけど 多分ね、大谷さんは絶対覚えてないんですけど、最後、解説僕、大悟さんと一緒にやってたんですけど、選手全員集まって撮影するからって言って、下の方で撮影会みたいなのがあった時に、たまたま隣大谷さんだったんですよ。で、僕、キュロキュロしてて、どうしたんですかって言われて、あの、すいません、大悟さんがいないんですけどって言って、あっ 大吾さんいますよっていうのが初めての会話です。あの右に見て。なんかもうすごい近くに大悟さんって、東大元暮らしだったんですけど、ただ魚谷さんと喋りたかっただけなんじゃないか説を自分の中でやって、超恥ずかしくなった思い出ですね。いや、大さすがに覚えてない気がしますね。で、そっから、まあ、あの、会うと、あの、挨拶もさせていただきますし、おージゃの話もたまにすることありますね。あの、こう、こう、こうでしたよね、とか、いうことはありますが、まあ、そんなにでも、ファミリーの中ではすごい仲良くさせてもらっているとかではないですね。 っていう方が大谷さんですねはいじゃあ続きましては誠一さんかな誠、はいまあ、一さんはね初めて最高位戦に入ってその最高位戦のプロの方とセットするって中で初めて行ったメンツが誠一さんでしたすごくないですか誠一さんと多分、まあ、当時ね同期にいても辞めちゃったこと中島和正選手だったと思うんですよね誠一さんがいたのを鮮明に覚えてますその時ねまだ誠一さんも B1 リーグだった たかなぁとは思うんですけど当然別に僕近藤誠一さんなんて知らないっていう感じでなんてっていうぐらい知らなくて麻雀もどうだったかのか全く覚えてないですねで全く覚えてなかったんですけど僕石橋さんとねあの坂本さんに麻雀を教えてもらってた時代があってでそれから A リーグを見に行くようになって。 から誠一、まあ、さんの麻雀がどん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 変わってきてるっていう風になって忘れもしないその誠一さんが初めて決定戦に残った時もちょうどその最終節を見に行っててすごいあの僕が打った誠一さんじゃないなっていうぐらい気迫が溢れてたのを覚えてます。 でまあ、もちろん誠一さんのいいところって、まあ、感性もそうなんですけどやっぱ感動を人目に感動させるような打ち方しますよね別に誠一さんが意図的にやってるとかじゃなくて、まあ、そういうふうになっていってるこの一杯があって身を削るような打ち方とかが、まあ、なんかすごいかっこいいなって思うんですよね誠一さんはでもあの人より積もるんじゃないかなって思う積もり方ありますって多分全員が思ってると思うんですけど でも、聖地さんのすごいところって、まあ、そのマージャンの強さももちろんなんですけど、僕、結構、帰りね、M リーグの帰りに、たまに、フェニックスが一緒に、の時は、サヤカがいるんですけど、サヤカに、先生送って、いいですか乗って、みたいな感じで乗って行ったりするんですけど、結構ダメ出してくれるんですよ。 誠一さんが。あんま誠一さんって喋んないというか、あんま言うことないんですけど、なおやさ、疲れたっていうのはわかるんだけど、疲れた顔をしちゃダメじゃない解説でっていうのを言われたのをすごい覚えてて。あの、エミリオの解説終わった後かな。それは顔に出てんのって良くないから気をつけないよっていうふうに言っていただいてで、そっからそれも気をつけるようになって、確かになんか終わったっていう顔をしちゃった記憶もあって、 でまあ、そういうダメ出しもしてくれたりするすごい頼りになるお父さんって感じですよね僕からしたらちなみに村上潤近藤誠一河野直哉は全員ウサギ年ですつまりますごい二回り違うんです誠一さんと。なんでまあお父さんでいいかな <laughs> お父さんって感じじゃないけど。 はい、そういうね、ダメ出しもしてくれる、すごいありがたい先輩です、セイツさんは。じゃあ次行きますかね。次は、さやかか。ようやく。えっとね、かやもりさんは、僕、ひなたさんと一緒にね、な、あい子とね、一緒に、マージャンプロ運動会をやった時に、初めて、まあ、このエピソードも結構話してるんですけど、まあ、知らない方のために、ね、僕、全然、むしろ仲良くなりたいとも思ってなかったし、怖いし、見た目だし、会うことなかったし、ほぼ。なんで、ほぼ知らなかったんですけど、うちの最高位置の選手を、に投げて、こういう企画やります、みたいな。出たい人いますか みたたいな感じで言ったら私もそれって出ていいのっていうのが来たんですよ。茅森さんから。私もそれって出ていいのって何と思うじゃないですか。っていうか、茅森さやかだよなと思って。僕は一瞬偽かなと思ったんですけど、そんなわけないよなと思って。でもビビって、急いでアイコに連絡したんすよ。ちょっと茅森さんから連絡来てるんだけど、どうみたいな。いいじゃんいいじゃん、せやねん出てもらおうよ、みたいな感じで。で、あの、もちろん出れますって言って、ああ、じゃあ出まーす、みたいな。感じで、運動会がきっかけですね。で、その日のね、まあ、帰りに、 ね、タクシー乗って帰ってったんだけどさ最後だけね僕と茅森さんが2人っきりになったんだよねその時に浅見さんが一緒に乗ってたんだけど浅見さんが「さや香奈やと2人で大丈夫?」って言って「いや大丈夫じゃない話すことないし」って言われたの覚えてんだすっごく。 で、あの、ま、あ二言ぐらいしか話してないけど、15十五ぐらいあったのかな。すっごい怖かった。絶対仲良くなるねえわと思ったんだけど、とにかく雰囲気がめっちゃ良くて。で、嘘つかないんですよ、さやかって。嘘つかないというか、まあ、別に最初ね、結構僕が仲良くなりたくて、いろいろと話したりしてんだけど、か山さんは、あんまり自分から話す人じゃないから、来てくれる方がむしろいいっていうタイプなんですよね。で、いろ話してくれるなら、別に好き嫌いとかそんなないし、ただ自分から行かないだけで、行けば仲良くなったら、すごく くくししてくれるしなんかねそのクリエイター祭りっていう番組があってそこでねあの飲み会とかがあった時にいっぱい話して多分そこが一番仲良くなったきっかけだと思いますね多分さやかは忘れてるけどないろいろな話したなでもその時はねずっと姉さん姉さん呼んでたんだけどそのうちさや姉にしたんだけど今ならいけるなと思ってさやかに変えた時期があったんだよね呼び方をそっから何も言わずにさやかでしかもさやかに敬語使ったことないほんとごめんだからでも今更敬語は嫌だと思う だから許してすすいいませんっていう感じですね、はいまあ、今でも本当に多分一番仲いいんじゃないですかね先輩では仲良くしてもらってる僕はほんと茅森一派はこのように3人しかいないですけど一派というか茅か森浅見直也というね3人でやってますそれぐらいの本当にめちゃくちゃいい人ですよ嘘がなく本当にあり,ありのままの才華があんな感じです 一個だけ裏エピソードとしては、僕、マージョンのことをさやかに言わないんですよ、一切。インタビューだけは、1年目か2年目の時に言ったことあるんですよね。毎回 LINE して、どうでしたかって言われて、ありがとうございますしか言わないんですよね。ちょっと待てと。もっとあるだろうっていうのを、毎回言ってた気がした。いや、ないね。 よか帰ってきてたのがちょっと裏エピソードとしてありますけどまあそれぐらいですねでマージャンにおいてはかなり今年は変わりましたよね、まあ、サヤカ自身が自分も言ってますけどちょっと推しに強くなったっていうか自分の中でも参加率っていう部分においてあんまりできてないっていう実感があったんじゃないですかねきっと本当にサヤカとだけはマージャンの足全然しないんであれなんですけどでも今年見てる限り手組が普段よりも上がりに行く回数が増えたかなと特にオヤバあの推し気味に変えてるっていうのが自分で言ってたのが結構結果でやってたかな っていうふうに見えました 家で見てる時とか、一度娘が、さやかの大ファンなんですよ。よくしてもらってるし。さやか出る時、すごい喜ぶんですよ。で、今みんなで見てて、あの、親番で店舗持ってる時に、まあ、この2枚押すみたいな話があった時、僕はもう、ずーっと言ってたんですよね。これは絶対、今のさやか押す、これは絶対押すって言ってて、いや、なんか押さなそうですけどね、って、私、渋川が言ってた気がするんですよね。で、いや、押すよ、押すって言ってて、押した時に、な、渋川って言ったの覚えてますね。はい、一人で。押したーってなってましたけどね。はい。っていうぐらい、あの、かなり攻撃が に変わって,いっ,てるなーっていう印象はありましそれがあのすごく結果に繋がってきて、手数も増えてきてるんじゃないかなーっていう印象はありましたね。で、もちろん結構解説をすることが多いんで、僕は。っていう感じですね。それぐらい、あの、今、マージャンもどんどん変わってきてますし、まあ、来期もすごく、あの、貝森さんのマージャンが結構楽しくなる。まあ、本当にでもよくしてもらってますし、まあ、これからもずっと仲良くしてください。 じゃあ次ですね。はい、次、東条さんですね。多分、お会いしたことが2回ぐらいしかないです。すごくないですかエミリーグ初めてです。会場で会ったのが。対局会場とかでも会ったことないですね。ほぼ面識がないです。多分一番面識がないんじゃないかな、ね。2回ぐらいしか会ったことないし、なんならほぼ喋ったことないんですけど、青く髪染めてきた時ありましたよね。清さんがね、実況だったんですよね。で、ね、え、なにその髪型すごい色じゃんって言って、階段降りて、 行きそうな東条さんを止めて階段のとこで清志さんが写真撮ってたのを便乗したんですよすいませんいいですかって言ったあどうぞどうぞみたいなめちゃくちゃ感じいい人なんですよねっていう印象がありますそれぐらい多分一番喋ったことないのは東条さんかな って思いますねで、まあそんな感じで、ちょっと裏エピソードとか、東条さんにはないんですけど、なんせあんまり喋ったことないんで。ないんですが、麻雀ですね。麻雀は、僕結構対局見る方なんですけど、東条さんの麻雀ってほとんど見たことなかった気がします。ですが、今回のね、初めて出た時じゃないと思うんですけど、結果上がりたかったけど、積もったら3倍マンみたいな手があったと思うんですよね。まあその時に、リーチかけたやつです。そうです、そうです。そのリーチかけた時に、すごい感情が入ってて、なんかクールに見えて、 そういう麻雀打つんだなーって思ってから、いざ、えー、と僕が解説で、当時さんの解説した後に裏インタビューがあったんですよね。その裏インタビューでお話しした時に、めちゃくちゃ楽しそうに麻雀打ってるんだなー んかいろんな選手と大井さんとかと同卓だった時だったんですけどなんかこのタに私がいていいのかなと思ってるぐらいすごく楽しくてでも悔しくてみたいなでそう思えるってすごいなって思うんですよね。僕僕もも実際そういう場ではそううううういいいではは思思っちゃうタイプととか、まあ、口はビッグマウス方面だと思います僕もけどやっぱり先輩とかいろんな部分で有名な方々とやってる時は自分のが無名になるんでそういう風に自分を見ちゃう傾向があるんですけどそれでも 女さんですごい有名な方だしでージアもすごいどっしりしてましたしね。その 実際その日は全部見てますけど、自分はこうだっていうのも見つけながら、結構守備型だと思うんですけど、マージャンはね。でも、純粋に悔しいっていう思えるマージャンを打つのが、なんかすごい良かったなーっていう感じでした。あ、そう、うん、東洋さんのインタビューいつも明るいし、感じもめっちゃいいです。何聞いても、ああ、それそうだったんですよねーっていう感じの選手で、いつかマージャンの話いろいろできるぐらい、あの、僕が仲良くなれたらいいなと思いますけど、まあ、7年ぐらいかかるでしょうね。でも、すごく感じのいい人で、これからの M リーグでどんどん々活躍していく選手なんじゃないかなとあと超ストイックですよね多分マーをなのであのぜひぜひ東京さんにも注目していただきたいなと思います。